にちは、シュウです。今回はですね、ティファとシェイミン組み合わせて闘技場行きたいなと思います。ティファね、多分違うリーダーと組み合わせた方がいいと思うんですよね。で、イルムもいいかなと思ったんだけど、今回はシュウミンで行きます。シュウミンのリーダースキルが、光の2コンボ以上で攻撃力が 2.5 倍、光を5個以上つなげると最大7倍ですね。で、ティファのリーダースキルが、光か火を7個以上つなげると攻撃力が5倍、回復力は2倍ですね。ということでやってみましょう。これね、最大倍率が、確かね、何倍だっけな ?87.5 倍だった気がする。なんだけど、ここ1列で抜けますね。OK だね、OK だね、OK じゃないね、OK だね。趣味はね、光の2コンボをやると、軽く上がるんだけど、基本的に1列で OK。で、一列組みたいんで、ここシューミン使っちゃおうか。いや、アポカリ使っちゃおう。オッケー。すごい、すごい適当に消したのに結構光が持ってかれてしまった。これで500万ぐらいか。やっぱ火力本当に出るね。なんかイルムの方がね、使いやすいかなって感じがする。ただ、シューミンの方が、組み合わせた方が火力出るんじゃないかなって気がするんで、今回シューミン入れたんですよね。厳しいかなこれ。今、ティファだけリーダースキル出したんですよ。あー、ちょっと硬いか。ただ、ここでいけるね。ここで1列組んで。いやー、でも難しいな、これ。7かけるね。5番目結構苦手だな。7かけ6か。1,2,3,4,5,6,7 OK! でも列組めるね。基本道中は列で抜いてって、難しい敵に来たら、難しいっていうか敵が硬くなったらなんか工夫しよう。これで20倍か。で、今落ち込んきたから50倍になったんだ。 OKOK。もうここは一回色呼び寄せーの。お邪魔は2個残してしまうっていう失態を犯してしまった。オッケー。やっぱ指も長いね。で、この体力も結構高くていいよね。趣味が多分8000ぐらいあるんだよね、この子。HP が。その代わり回復力は0なんですけど、なんだけど、やばいな、これバレンド3体か。オッケーオッケー。ティファさえ来なければオッケーよ。オッケーオッケーオッケー。だ、結構ひどいな。なかなかひどい。いや、これ分けた方がいいな。こうしよう。いや、今分けない方がよかったかな。いやー、イルム使おうか。盤面も汚いし。ここでイルム使って。いやー、次さー、周囲来たら結構きつい。こんな感じで。確かね、周囲は7個じゃなくて、10個消しで最大倍率だった気がする。最大7倍。なんで結構光が必要なんだよね。だからこの盤面だと本当に周囲が割と輝くんじゃないでしょうか。OK。で、これドラゴンキラー刺さると思ったらバインドされてたね。お、でも3体で行ってくれた。これさ、イルムどっちの方がいいんだろうね、サブで入れんなら。この、光イルム？どっちも光か。このイルムと、このイルム、どっちがいいんでしょう。ただ、キラーついてるからね、この光ヒールムの方が強い気もするんだけど、やっぱこっちも強いよね。付属性ナイフも。絶叫3つ持ってるし。悩ましいな。ここを、ちょっと贅沢に行きます。シューミンの、シューミン体力エンハンかかるんですよね。で、ティファにもエンハンスかけて、イルム使って、これ付属性の火で抜くっていう。
ちょっともったいないかな。がっつりいきます。これでいけんじゃないかな。どっちも、どっちもっていうか光属性、ティファの副属性で。オッケーオッケーオッケー。ちょっと今スキル連発してきてしまった。わあすごい難しい。ああただオッケーだね。めっちゃ声裏返った。オッケーだね。で突き目る。こうしよう。やっぱいいですね、この盤面だと。組みづらいっていうか、組むの苦手だけど、本当に色が結構あるんで。パガンは2ターンだから、一回殴ってみよう。倒せたらラッキーぐらいで。どうしようかな、ここ。ティファ使っちゃおう。あぶねえ、ちょっとずれてた。オッケーオッケーオッケー。ティファのさ、防御でヘラの先生受けきれんのかな。これ防御力、防御力、防御っていくらぐらいなんでしょうね。オッケー。1,2,3,4,5,6,1 列あれば抜けるかな。ちょっともう一回色調整してからいきます。うん、お、いい量来たね。うわそういうとこあるよね、絶メタ。オッケー。アポカリ使っ、あ、でもいい量で光が来たと思ったけど。あと一ターンだけ粘ろう。オッケーオッケー。あと一ターン粘って、そこで無理だったらアポカリ使おう。いいっすね。オッケー、いい量できた。ここでいけるんじゃないでしょうか。よしよしよし。イルム使っちゃおうか。イルム使って若干光残したいんだけどね。これで残んないかな。ちょっとよしよし。これこうしようか。いやー、どうだろう。レッツの方良かったかな。うん、でも落ち込んでいいコンボ数になったんで、突破できるはず。いや、いいね。このティファの回復力上がってるのが本当にでかい。パール以外、パール以外、パール以外。よし！これね、実はテイク2でさっきパール出てやめたんですよね。すごいグダっちゃって。そう、シューミンがね、さっきも言ったんだけど、回復力がゼロなんですよ。そこを補ってくれる。やべ、ミスった。ちょっとミスったな。いや、これやばいな。ちょっとミスっちゃったな、本当に。いけるか？いけないよね。威嚇と威嚇と、オッケーオッケー。危ねえ、威嚇いてよかった。よかった、威嚇。
危ねえ、だいぶミスっちゃったな。オッケーオッケー、ここでいきましょう。いいんじゃない？さすがに1列組んでればいけるはず。よし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 、焦ったー。でここで1回色呼びましょう。でも回復力はね上がってるんで間に合うと思うんですよね。光多め。どうしようかな。一回回復しよう。一回光は捨てて回復しよう。オッケーよ。光落としになってるけど。うわー、惜しいな、これ。お！いや、さすがに倒さないか。いやー、でもいいヘリだ。で、一回猛毒処理だな、猛毒処理。イルムかな。イルム使って倒そう。一旦だけスキル貯めて。ここでイルム使います。で、しっかりね、この子意外と硬いんで、しっかりちゃんとコンボして。あー、残んないか。色ちょっとね、残し気味に行きたかったんですけど。まあ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 、OK でしょう。お、いいね。闇属性。で、6コンボか。6コンボ。1,2,3,4,5,6,7 OK! 多分7コンボっていうか倍率さえ決められればいけると思う。よしよしよし。あここで君か。光吸収か。ちょっとあれだな。ただ回復さえすれば間に合うと思うんで、一回回復温存で。で、ここでしっかり回復しましょう。回復は2コンボ分使っちゃおう。で、この右の回復は消さないで取っとこう。危な！危ない！あ、そうか。今、回復じゃなくて、光か火を7個消ししてなかったから、回復倍率かかってなかったのか。アポカリかな？アポカリ使って、ちゃんとこれ繋げてこそう。じゃないと回復倍率がかかってなかったな、今。多分これでかかると思う。OK でしょう。確かね、29,000ぐらいだったと思うんですよ、ダメージが。そうだね。で、この後があれ。もう一回属性変化。属性変化？何属性吸収してくるんで。頼む！闇吸収来い！まあ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 。厳しいな。オッケーよ。これね、時間がバインドされなかったら時間打って遅延していこうと思ったんだけどね、さっきバインドされちゃったんですよ。オッケー。ここで時間打っちゃおう。
よし。で、一応 HP 最大まで持ってってから抜こう。ここでティファ使って、このね、防御がどれぐらい効いてくれんだろうな。テラの先生を耐えてほしい。OK ですね。お、いいね。イルムも次溜まって、両方イルム使える状態。多分、エンハンスなくてもボスワンパンいけると思うんだけどな。おー、ちょうどかわかんないけど。OK。で、ボスですね。闇カーリー来れば余裕のワンパンだと思うんですよ。ただ、光カーリー来てもシューミンがね、地味に回復キラー持ってるんですよね。なんで光カーリーに対しても3倍ダメージを与えたんだけど、今回闇カーリーでしたね。光が多い。これさ、今、シューミンのこの、光6個作って体力円 1.5 倍かけようと思ったんだけど、いいかな？かけちゃうか。なんかすごい、光多くなってあれかなと思ったんですけど、あ、でもちょうど分割できんじゃない？いけ！これでワンパンのはずだ！お、落ち込む1個乗って。2000万か。多分光カーリーでもワンパンいってたはず。OK。どうなんでしょうね。てか、良いのかな？なんか使ってみて、なんか個人的にね、やっぱり 7×6 のパズルが苦手だからちょっと使うのがね、使いづらかったっていう印象がある。ただ強いは強いと思う。でも使いづらいなっていうのが正直ある。はい、ってことでね。あー、今度イルムと組み合わせても使ってみようかな。はい、ってことで、じゃあ今回はこれで終わります。バイバイ。